イヴァン・バゾフ邸宅博物館ベルコビツァは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、モンタナ州に属する。ブルシェーツの町からも近く、また陶器には、スキーリゾートの地となる。ベルコフスカ・バルカン山脈のコムボンの北側、ベルコビツァ側の渓谷にある。ベルコビツァ側は、ブルジア側の支流である。町は、 1488年オスマン帝国の文書にてに初めて文献に登場する。ベルコビツァはソフィアからロムに至る道の途上に築かれた要塞をその起源としている。要塞の遺跡と聖堂は町の西の彼と坂で発見されている。集落は皇帝カロヤンの時代から知られており、ビディンのビディン王国との国境の町であった。南極大陸のサウスシェトランド諸島。 リビングストン島にあるベルコビツァ氷河はベルコビツァにちなんで名付けられた。ベルコビツァ基礎自治体にはその中心であるベルコビツァをはじめ以下の町村が存在している。ありがとうございます。